皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回はバラの大病性と害虫被害の関係についてお話ししようと思っていますご覧いただいているのは庭上のバラクイーンオブスウェーデンですイングリッシュローズの中では大病性が高い方ですが雨ざらしの環境下で薬剤散布なしだと黒点病で少し葉を落としますバラの大病性は品種によってかなり差があって定期的な薬剤散布が必要なほど病気にかかりやすいものから 放っておいても全く病気にかからないものまで様々ですでは病気に強い品種は害虫被害も受けにくいのでしょうかまたその逆に病気に弱い品種は害虫被害も受けやすいのでしょうか薬剤散布なしで長期間栽培した中で気づいたことをお話します園芸ガーデニングに興味のある方やバラを低農薬・無農薬で育ててみたいという方はぜひ最後まで動画をご覧ください <music> それではデリケートな品種の現状を見てみましょうご覧いただいているのは鉢植えのガブリエルです去年の夏以降から調子を落としていましたがなんとか状態が回復しつつあります花もいくつか咲いていますね本当はもう少しつぼみがあったのですがバラゾウムシの被害にあって4つほどダメになってしまいました葉っぱも害虫被害にあっています少し前の動画でもご覧いただきましたが 細帯やしぶとくちばの幼虫やクシンエハバチの幼虫に葉を食害されています。病気に極端に弱い品種ではないのですが、それでも雨ざらしの環境下で薬剤散布なしだと黒点病にかかってしまいますね。この辺りの花は小ぶりですが色がきれいに出ています。花の中心部分がごくごく淡いパープルに染まります。ただ、ここの葉っぱにも害虫被害が出ています。ハモグリバエもしくはハモグリガの幼虫によるものです。 こうやってみると、少なくとも4種類の害虫の被害に遭っています。やはりデリケートな品種は害虫被害を受けやすいのでしょうか。続いて、丈夫な品種の現状を見ていきましょう。ご覧いただいているのは、庭上のバラマイローズです。病気にかなり強く、雨ざらしの環境下で薬剤散布なしでも、病気に困ったことはありません。 現在は花が咲き始めといった感じですねご覧の通りの真っ赤なバラでとても花持ちがいいです香りはほとんどありません葉っぱの状態はどうかというとこんな感じですちらほらと害虫被害に遭っていますね葉っぱに少し穴が開いています害虫に食べられている葉っぱの裏を見てみますこれは串いげ葉鉢の幼虫です先ほどご覧いただいたガブリエルの葉っぱも食害していました 病気に強いと言われる品種は他にも育てていますが害虫被害を受けないかと言われるとそうではありません大病性と害虫被害には基本的に関係がないと思っていますただ病気に強いバラは害虫被害の程度が軽くて済む可能性がありますその理由についてお話し,します ご覧いただいているのは、庭上のバラノバーリスです。最強の青バラと言われていて、雨ざらしの環境下で薬剤散布なしでも、病気に困ったことはありません。どちらかというと遅咲きのバラなので、現在はまだつぼみの状態です。さて、葉っぱを見ても結構綺麗ですよね。今年は活力剤の葉面散布もほとんどできていないので、ほぼほったらかしの状態です。その割には害虫被害が目立ちません。理由として考えられるのは、 十分に光合成ができているからです病気に弱いバラは黒点病にかかって葉を落としてしまったりうどんこ病にかかると光合成がうまくできなくなったりします病気にかかっていないバラは十分に光合成ができるので葉っぱや茎が丈夫に育ちます結果として害虫被害を受けたとしても軽くて済むというわけですねただ病気に強いバラでも光合成が不十分なら害虫被害がひどくなる可能性があります 基本的なことですが日当たり風通しの良い環境で育てることが重要だと思っています。<music>